メガラスチャンネル。ハセです。ミカです。メガラスチャンネルをご覧の皆さん、こんにちは。さて、はい、今回なんですけれども、ジムに行きたい、運動したい、だけれども時間がない、忙しいという方が非常に多いんじゃないかなと思います。そんな方向けにちょっと今日は隙間時間でできるながらエクササイズですかね、ちょっと美香さんに教えてもらいたいななんて思ってるんですけど、お任せください。大丈夫ですか？はい、今長谷が言ってくれたように、忙しいけどちょっと動きたいっていうわがまま叶えましょう。お願いします。はい、今日はですね、お仕事中とかお家でリラックスしてる間にも隙間の時間でできちゃう簡単な、でもしっかりと効くエクササイズを紹介したいと思います。はい、一緒に頑張っていきましょう。お願いします。はい、さあそれでは始めていきましょう。ながらエクササイズ一つ目は、はい、膝下、ふくらはぎやすね、ここを鍛えるエクササイズを行っていきます。今座ってますね。座ってます。はい、今座ってご覧いただいている方多いかと思います。特にちょっとデスクワークやリモートワークなので座って長時間いると、なんか足がむくんじゃうなんて方は必見です。ありますよね。ありますね。どうですか、むくんでませんか？綺麗な足で靴下の跡が残っちゃったりとか、夕方とかあるあるですよね。そういう方はぜひ今見ながら一緒に動いてみましょう。動きは簡単です。足を腰幅にしましょう。はい、で背筋をまっすぐ伸ばします。手は太ももの上に置きましょう。そこからまずはつま先を持ち上げてみましょう。はい、下ろして、今度は逆にかかとを上げましょう。下ろします。これをゆっくりと繰り返してみましょう。そう、つま先とかかと、正面から見た時に膝が内側に入らないように常に足と足は平行に保ちます。地味ですね。そうなんですよ、地味なので、すごい地味ですね。そうなんです、使ってる部分に意識を向けるとより効果が期待できます。つま先を持ち上げた時にはすね前の筋肉が縮んで、かかとを持ち上げるとふくらはぎ、ここですね、ここが縮みます。ペースは今ぐらいゆっくりと行いましょう。どうですか、地味なんですけども、じんわり膝から下がなんか熱くなってきました ね。はい、このふくらはぎの筋肉は第二の心臓と言われます。ここの筋肉をしっかりと鍛えると血液をしっかりと心臓まで送り返すので、むくみにくい体質になります。なるほど。はい、でもしもうちょっと頑張れそうだなという方は負荷を加えますね。お、例えばファイルや雑誌、ある方は膝の上に乗せます。はい、これまだ少し軽いんですけども、もし何か重さがあるものがあれば上に乗せてもいいでしょう。なるほど。はい、もしくは手で軽く上から押してもいいと思います。ちょっと負荷が乗った感じしますね。そうですね、はい、しっかり動いてるんですけども、足首しっかり動いてますので、もうちょっと大きくいきましょうか。大きく、はい、大きく、はい、疲れてくると動きが小さくなりやすいので意識して大きくいきましょう。なかなかここまで足首を注目して動かすことってないですよね。そうですよね、はい、なかなか意識を向きにくい部分だと思うので、ぜひここですね、ここ、はい、あと1回いきましょう。かなり熱いです。はい、釣りそうではないですか？大丈夫ですか？ちょっと釣りそうです。はい、釣りそうだったらお休みしながら行いましょう。はい、はい、ではこの種目は以上です。さあでは2種目目、2種目目はテレビを見ながら、または寝る前、起きてすぐにできるお尻のエクササイズを紹介します。ハセがすごくリラックスをしてるんですね。ハセ何見てんの？今メガロスチャンネルのチェック。メガロスチャンネル、はい、はい、ありがとうございます。というように、今そうやって寝っ転がりながら見てる方はぜひ一緒にやってみましょう。ただスマホを見てる方、顎を引きつけてしまうと背中が丸まってしまうので、ちょっとね、頭を後ろに引いてみてください。そのまま見ながら行いましょう。はい、では両膝を曲げて、そうです、足を揃えて体の前側に持ってきましょう。この時に大事なのは、頭、お尻を結ぶ線の延長上にかかとが来るようにしましょう。しっかりとできています。動きです。かかとはつけたまま、
貝殻を開くイメージで膝をパカッと開きましょう。さあ、ゆっくりと戻します。ゆっくりと繰り返しながら聞いてください。注意点です。おへそはまっすぐ前に向いています。おへそが天井に向きやすいので注意しましょう。そうです、意識するのはお尻です。膝を開いた時にはお尻の筋肉が縮んで、戻すと伸びていきます。こんな感じで合ってますか？合ってます、大丈夫です。あと1センチ開きましょう。あと1センチ、そう、上に開くとちょっときついと思うと思うんですけども、そこからの1センチでお尻にしっかりとアプローチができます。結構きますね。そうですね、まず今すごくいいです。お尻を手で触るとより意識がしやすいです、なんか奥の方って感じですかね、お尻の。そうですね、はい、お尻の奥の方で、だんだん熱くなってくるのが分かると思います。かなり熱いです。はい、初めてする方は少し意識がしづらいかもしれません。そういう場合には開いたところで一旦ストップ、ほう、このままキープをして、だんだん効いてきた感じがしてきたら動かしましょう。はい、とっても綺麗。どうですか、寝た姿勢でもこれだけ道具がなくてもお尻が鍛えられます。あと1回閉じて、最後上でストップ。はい、5、4、3、2、1、はい、下ろしましょう。では YouTube タイム再開どうぞ。あ、いいですか。ありがとうございます。はい、このようにほんのちょっとした隙間時間にもしっかりとエクササイズができます。ぜひ皆さんもやってみましょう。はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。さあ、ながらエクササイズ、はい、今日は膝下とお尻、うん、はい、はい、2種目ですね、はい、やってみてどうでしたか？いや、まだね、ちょっと余韻が、うん、余韻が、お尻とこの特にちょっとすねとか、そうですね、この辺が、普段やっぱちょっと使えてないのかななんていう気はしますよね、うん、はい、うん、そうですね、なかなか使えてない筋肉だと思うので本当に簡単にできます。道具いりません、うん、ちょっとした隙間時間、この隙間時間に頑張ることが周りと差をつけられることになりますね。なるほど、はい、うん、なのでぜひぜひこの動画を見ながらやってみましょう。はい、はい、今日のエクササイズは以上です。この動画いいなと思った方はグッドボタン、チャンネル登録をお願いします。メガロスの各種 SNS のフォローもお願いします。あとはメガロスリーンボディチャンネル、こちらもぜひご覧ください。それでは皆さん、次の動画でお会いしましょう。さよなら。さよなら。